して。神によって命を奪われ、神の魂を宿したことにより、意図せぬ不死の力を手に入れた12人の若者らは、運命に逆らうべく、異星プロトレクサの地で戦いに身を投じていくことになる。物語の舞台となる異星プロトレクサに存在する起伏に富んだ様々なエリアをジャンプやスライドアクションを使って探索していこう。バインドスフィアを放ち敵の動きを止め、足場として利用することもできる。直感的に操作できるアクティブチェインバトル。各ボタンにパーティーメンバーの動きが割り振られており、簡単な操作でコンボをつなぐ爽快感が味わえる。さらにアタックローテーションで前衛後衛の入れ替えなど戦略的な要素も含まれている。その身に宿した邪神の魂を放つ強力な攻撃、デモンズグリード。邪神の魂の部位にちなんだ多彩な技は圧倒的な破壊力を持つ。内に秘めた邪神の力を増幅させ、一時的に身体能力を強化するグリードモード。移動速度は向上するが、チェインエンカウントという連戦の発生率が大幅に上がり、苦戦のリスクは高まるが、アイテムのドロップ率やボーナスがつきやすいのも特徴だ。クラス制の採用で使用する武器や技はクラスに依存する。クラスは近距離系、遠距離系、魔法系の3タイプがあり、それぞれ個性豊かなクラスを使いこなし、有利なバトル展開を目指せ。キャラクター同士の絆が感情度として表示され、感情度が高まると仲間のスキルを覚えるラーニング、新しいスキルを生み出すミックスアップなどの発生確率が上がる。武器や防具にランダムで付与される称号、100種類を超える称号とエクストラ称号のそれぞれが異なる効果を持ち、その組み合わせは数万通り。よりレアな称号アイテムを手に入れろ。マルチストーリー、高難度のエクストラダンジョンなどやり込み要素も充実。オンライン要素としてボス攻略タイムを競うスピードラン、攻略人数が多いクエストのドロップ率が上がるホットスポットがある。またダウンロードコンテンツとしてキャラクターの衣装も配信予定だ。小春、いつまで寝ているの？お母さんの声が聞こえたの。ううん、今も聞こえるの。存在結晶、それは人々の記憶や思いが結晶化したもの。彼方たちは存在結晶を集め、女神アマツメの力とプロトレクサの機能を取り戻そうと奔走する。キャスト陣の熱演によって繰り広げられるドラマも見逃せない。感情を羨ましがる優しくて悲しい怪物。仲間を地球へ返すことになる魂の相関。相関したキャラクターに宿っていた邪神の魂は彼方に継承され、残った者たちの能力が強化される。誰を残し誰を返すべきか、相関するキャラクターを決めるのは君だ。仲間だ。俺たちは神によって殺された。それは死から始まる運命の物語。イグジストアーカイブ、2015年12月17日発売。